のテレビ見ながらでいいんだけどさ、お父さんちょっとあの気になってることあってさ、うん、ほらあの先月パソコン買ってやっただろ。そうそうそう、あの大学受験頑張ったご褒美。うん、あの昨日ね、お父さんあの会社からその仕事を持って帰ってきててさ、で、あの実はそのお前のパソコンを借りたんだよ。うん、そしたらさ、その使用してないショートカットっていうフォルダの中のお気に入りっていうフォルダの中の18禁っていうフォルダの中の無修正っていうフォルダの中に生姜の画像があった。まあその。ってな、なんかオクラとかに手出されてる。
まあいいよ。